今空茜様の住所、と思われる情報が、現在ネット上に出回っています。関連する情報の多くは、サイト運営者によって削除されていますが、一度ネットに流出した情報を完全に消し去るのは、難しいでしょう。本人は引っ越しをするそうです。邪魔くせえことをする奴がいるもんだなと。ただでさえ忙しいのにね、もし万が一のことがあったら、住所をネットに投稿した奴は責任を取れるのでしょうか。今空茜様のツイートから引用します。マジでよ、これで俺が削除要求とか出してさ、それで嫌がらせに消すと増えるとか言うつもりだったんだろ。何の倫理観もなくゲラゲラ笑いながらよ。だから俺は逃げねえよ、好きにしろ。ただし隙を見せた攻撃者は仕留めるからな。200万とか背負わせてやる。どうせもう命狙われてんだからな。こうやって怯えて泣かせて、それでニヤニヤして土下座させて、その頭を踏んできたんだろお前ら。俺には聞かねえよ、覚悟しろよ本当によ。何をしても無駄なんだよ。物理で俺を動かなくするくらいしかな。そうなったらあとは誰かが戦ってくれよ。俺もそれはどうしようもないから、どんな嫌がらせしようが全部適切に対応していきます。すべてに法的措置で反撃します。もうとっくにポイントオブノーリターンなんだよ。俺は打てる手がなくなるか、相手が動かなくなるまで絶対に攻撃し続けるぞ。俺みたいな奴は住所もネットにばらまかれるぞ。低確視点ですよ。どうせ俺しか戦わねえだろうし、俺はそんなんじゃ逃げねえよ、覚悟しろよ。俺は絶対に死ぬまで戦うぞ。というわけで、暇空茜様のやる気は全く落ちていません。この騒動はネット上でかなり話題になっているので、愉快犯も結構多いはずです。もしかしたら暇空茜様に対して嫌がらせ等の犯罪行為をする方々が今後ごく一部現れるかもしれません。しかしやめておいた方がいいですよ。暇空茜様を擁護するわけではなく、下手に嫌がらせをすると、嫌がらせをした人が逆に破滅してしまう可能性があるからです。こちらは暇空茜様のカンパの金額です。現時点で5000万円も集まっています。この動画が投稿される頃にはさらに金額が増えていることでしょう。これだけの資金力があれば、たとえ赤字になることが分かりきっていても、相手にダメージを与えるための訴訟が可能です。要はオンラインで公開されているこの数字が暇空茜様の防御力であり攻撃力なのです。赤字になるからみんなやらないだけで、実際に訴えれば勝てる事案というのは結構あります。またもし仮に裁判になれば、裁判所では実名が公表されます。判決が出ると裁判所の記録に実名が残ります。和解すれば記録には実名は出ませんが、暇空茜様は基本的に和解はしないスタイルです。つまり下手なことをして暇空茜様に訴えられれば、実名がフル開示されます。これだけ大きい騒動ですし、現在彼を支持する人はとても多いので、嫌がらせをしていた人物の実名が出回ったら、とんでもないことになるでしょうね。例えば常念司様の裁判では、判決文をネットにアップしている人が複数います。当たり前の話なんですけれど、誰かを攻撃する以上は、反撃を受けるリスクを常に覚悟しておいてください。なんかこの原則を履き違えている人がたまにいるんですよね。ネットだから何やっても許される、匿名だから何やってもバレない、勘違いも甚だしいです。以上の点から下手に嫌がらせをしても、逆に自分が破滅する可能性があるということをあらかじめ予告しておきます。別に脅しとかじゃなくて心配して言ってるだけですよ。何人か破滅する人が出てくれば面白いですけどね。この動画を見てやめとこうと思った人が一人でもいれば幸いです。しかし住所をネットに流したりしても、彼はどう見てもそれで止まるタイプじゃないですし、むしろ暇空茜さんかわいそう、と同情が集まるだけです。私も今回の件で一層彼を応援したくなりましたね。暇空茜様を応援したい方はカンパにご協力をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。